私たちの意思が本物かどうかが試されるどうということに尽きると思います。であの、これまで数年間の決算というのは、いわば為替による追い風参考記録の部分が多かったんじゃないのかなというふうに思っています。その風がやんだことで、自分たちのいわば等身大の姿というのが見えてきたのではないかというふうに思っています。 トヨタの業績は今期5期ぶりの減益となりますが基本的には収益力は変わっていないという見方をするのがいいと思います世界販売台数は1000万台ほぼ前年並みをキープしますしむしろ国内や北米では台数進みましょう見込んでいます今期減益の理由として大変大きいのは為替の影響です1ドル105円の想定レートで置いてますので米ドルだけでも6000億円程度総合すると9000億円程度の減益要因となります為替が今回減益の最大の要因です 追い風がなくなった今、本当に意思を持って、その意思を続けていかれるかどうか、意思の強さ、覚悟が本物かどうかを試される年だというふうに思っております豊田社長は本日、今期を医師の心眼が試される年という説明をしました。従来はある踊り場場ととして工場を解 足場固めに注力していましたが、戦期から人工知能への投資ですとか、新たな取り組みを始め見えています、環境が変わり、円高の逆風が吹きつける中、このような将来に向けての投資を続けられるかどうか、その位置を試されるというのがその意味するところです。組織が拡大し、機能う間のこのような調整が増える中で、あの意思決定の実行やスピードが遅くなってきたというふうに実感をしております。 記者会見でトヨタキ社長はカンパニー制の導入について説明しましまたトヨタの経営陣が懸念を持っていたのは企業規模を拡大することによる社内調整の煩雑化などいわゆる大企業病です組織の単位を細かく切り分けることにより意思決定を迅速にしより機動的に商品を出していくという狙いがあります自動車業界ではいわゆる1000万台の壁が指摘されておりますが今回の組織改正によって新たな成長の糸口をつかめるかどうかに注目が集まっています